まあ、言ったら長野県の方からずっと静岡の海沿いまでつながっている初の国道なんだよ。青崩れ峠で、地盤が非常に脆弱で、トンネル何回か通そうとしているらしいんだけど、ほぼほぼ失敗してるんで。弱いから。
んないよね。わかんない。公共の品物だって。I know.